第一発目がポルシェ、カレラ、ティ、マニュアルだ。でかいよね。あったあった。かっこいいじゃん。お、あー音変わった。うわ。吸い込まれるみたい。他にないならここに来い。車選び .com。皆さんこんにちは。本日の車選び .com は明けましておめでとうございます。お、1月2日。そう。あ、今多分新年。明けましておめでとうございます。あの音楽が あれが流れてると思うけど1月2日おお、第一発目がポルシェ。そうですね、はい、あれ箱根駅伝はどこが勝ったんでしたっけ。ああ、なんか見なかったな。青学でしたね。青学勝った。紅白は、はい、紅白はどっち勝ったの。紅白は赤組でしたね、今年は。紅白なんか見ねえもん。今年けど去年ね。あ、去年ですか。はい、ということで、はい、今年の一発目がポルシェで、やっぱね、新年にふさわしいこの緑色ですよ。はい、鮮やかなこの緑色。あ、辰年ですもんね、今年は。あ、俺年男だ。おめでとうございます。なかなかいい ね、はい、ね、緑色、年男、まあいいや。はい、で緑色ポルシェ、ポルシェ、ポルシェね、911ですね。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com。車選び .com でいい車を探そう。彼ら、はい、彼らのノーマルじゃなくて今日はね T っていうバージョンなんですよ。彼ら T、 何なの T って T、 T あんまり聞いたことないですよね。何 T って初めて聞きましたね。追加、割と新しいニューフェイスで、でツーリングの T ですね。ツーリング、はい、何が違うの。ね、コンセプトとしてはドライビングのための軽量モデル、うん、え、軽いの。軽いんです。パワーは素の彼らと変わらないんですよ。あ、へー。385馬力、だから S とかね、ターボみたいな、うん、力のあるエンジンを積んでるわけではない。まあ、十分速いんですけど、はい、385って。それをパワーはそのままで軽量化して、うん、まあ、よりドライビングを楽しくするモデルってことですね。で、じゃあ何が違うかって話ですね、はいはい、エンジンは一緒ってことなんですよね。エンジンはそのエンジン、ここじゃないけどね。あ、後ろだ。やだ、そうだ、後ろだ。ポルシェは後ろだよ、はい。まず何が違うか、リアシートがありません。あ、二人乗り、リアシートも重いんでね。はいはいはい。あ、これシートじゃないんだ。シートじゃなくて物置になってます。それから子供は乗れるな。ね、いや、ダメです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 。あとガラスが薄くなってると。あ、そう。ガラスも重いですからね。それからあと遮音材を減らしてると、はい、まあ、ちょっとぐらいうるさくても我慢しよう。それからマニュアルだ。マニュアル、そうそう、あ、それも、それもあと、ね、マニュアル、そう、これは7速マニュアルが標準。ほう、7速、まあ、今時だ、今時。 PDK も選びますからね、うん、8速 PDK も選びますが、はいはい、標準は7速 MT、はい、それから、バッテリーも軽いタイプがついてると。ほう、そんなところで、35キロ軽いそうです。あ、そう、まあ、35キロってまあね、ちょっとそんな女の人一人分より軽いじゃんって思うかもしれないけど、うん、でもレースですね、35キロウエイト積んだらね、そりゃそうだ、全然違いますからね。そりゃそうだ、うん、T だ。あとはね、スポーツクロノパッケージって言って、まあ、そのより、スポーティーな走りにするプログラムとか、はいはいはい、それからスポーツサスペンションがついて、車高、まあ、電子制御サスですね、車高もね、うん、10ミリ低くなってます。あ、そう、はい、それも標準装備。あとトロックベクタリングのデフガリアに入ってます。タイヤめちゃくちゃ大きくないですか。タイヤ20インチ？え、びっくりした。そう、フロント20、リア22ですね。ね、でかいよね。でかい、とんでもないサイズで。今パッと見たら、でかい。トラックみたいなタイヤが。トラック。でかい。ね、20。え、そうでしょうね。そう、305、305ZR21 なんかね、もう値段とか考えたくないタイヤがついてますね。タイヤでいくらすんの？タイヤね。いくらでしょうね。タイヤいくらすんの。相当、数十万で聞くと信じたいですけど、ちょっとびっくりするぐらい大きい。すごいですね。普通俺らが知ってるのはさ、18インチとかさ、ね、走り屋はだって、それでだいたい5、6万するよ一歩。うん、だって3人 GTR とかはね、もうノーマルが16インチで、うん、もう17インチ、あ、インチアップしてるね、うん、みたいな感じだったじゃないですか。22すげえ。そんなのね、
ついてます。で、あとでリアステアがついてるんです。これあそうリアステアは通あオプションだオプションこの車両にはついてます、うん、オプションなんですけどリアステアがあってこれね通常はもっと上級モデルカレラ S 以上じゃないとリアステアをつけられないんですけど、うん、この車はドライビング特化モデルで、リアステアもドライブフィールよくするんでついてますつけられますといいじゃんそれからスポーツエキゾースト、まあ、これはいい音ですね音ねそういうのもついてますね、うん、じゃあちょっと今音の話したから音を聞いてみますか音聞きたいね普通と違うんですかマフラー変えてるからはおおいい音じゃんこれがノーマルですね、ノーマル、はいはい、こういう車、わーこれノーマルこれ水平対向の音なんですか、はい、で、今スポーツエキゾーストのモードを変えます、はいはい、あ、違う、ドロドロ言った変わった、変わったえ、なんでこんなドロドロ言うんですかスポーツモードすごい、デレ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 スポーツモードいい音じゃん低いわー、これギア変えた時の音も聞きたいですね、うんいいじゃんいい音だいい音しますかうん、水平対向ってこんな音なんだうんいい音ポルシェの音だよまじまじ聞くの初めてですこうやっていい音いい音うんいいね、はい、楽しみですね、うん、しかも静音あなんだっけ静音材なんか取り除いてるって言ったから、うん、走ってても聞こえそうでいいですねそう遮音材ねあ遮音材、うん遮音材窓も薄いって言ってましたからそういうことそういうことやったガラスも薄いの楽しいこれはリアスポが出てくるとかじゃないんだリアスポで走ると出てきます速度上げていくとウィーンって出てくる出てくる出てくる今ねここは出てくるあこれが出るこれが上がりますねちょっと上がるとこ見たいですね、うん、出して工藤さん出してくださいはい頑張ろうスピードが上がってくると出てくるかっこいいえいやかっこいいそうですねかっこいいよ F1 だ F1、うん、ウィーンって工藤さんはい出てないです出し方わかんないんだよね僕が乗ってた頃のポルシェと違うんだここがブレーキランプですかこれここだああ上がった上がった上がったああ見てなかった上がった上がったすごいじゃあ、うん、これが自動で上がってくるんですかそうスピードが上がってくるとリアスポイラーが上がってくるなんてかっこいいんだろう、うんえ上がった瞬間って中から分かるんですかね分かんないああ、しまったしまったしまったいいじゃんほらあーおしゃれ上がったおしゃれねえほらおしゃれじゃんかっこいい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 そうっすねなかなかいいぞいいないやかっこいいかっこいいちなみに後ろ今後ろ回ったんで後ろ説明すると水平対向水平対向見えませんが見えませんね、うんはい、ファンがついてます、うん、ファンがついてるエンジン冷やすんだろうえじゃあ中に下に入ってるってことなのエンジンは下こう縦に積んでるこの辺にこの辺の結構ポルシェのエンジン搭載値ってものすごい低いんですよそうなんだ、うん、そう重心を低くってことですか重心を下げるためにめちゃめちゃ低く、うん、そうだよねポルシェはエンジン積んでますね、うん、3リッターそうですね 3.0 リッター6発ターボ今 ね昔はポルシェって、ね、自然吸気があって上にターボがあったじゃないですか、うん、今最近のは基本的にもう素のやつからターボなんですよねああそっかダウンサイジングターボですねはいはい、はいはい、そうかっこいいじゃんほらあとはまあ今時のポルシェはねテールランプそうそうそう一直線にね一文字水平にこうなってるうんかっこいいよ室内ポルシェっぽいないや広いですねでもやっぱり、うん、広い広いあーえここすごいいいじゃんほらフロントビューが良いですねいいじゃんへえはいあごめんなさい閉めちゃった閉められたそうねシャッター閉められたなと思ったんだねなかなかいいぞこれこういうのいいねこういうのいいねえ何これさっきのマフラーの音を変えるやつです、うん、でこれフロントリフトアップですねはいはい変わるんだ段差であのアゴスがないようにエアサスみたいなことですかそう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 、うん、そういいじゃんちょっとエンジンどここれ時計何えあスターターですかスターターねあの右のこれ回すのかな回すんです、はい、そのところはね、回すちゃんと回す嘘回すんだ、新しいいいじゃん、これいいじゃん、新しいじゃん、ほらあと7速ここから7速ってこういうパターンになってますね、こっちに来るんですね、リバースがで、右上が7うんいいじゃんこれスイッチいいな、使いやすくてこれ、やっぱ物理がいいんですよねうん、カチカチ あ、いい音なあ、カチカチいいよな何やってんだお前音を見モールス信号じゃねえんだから
好き。いや、いい、なかなかいいぞ。気持ちいい。かっこいいじゃん、メーターもほら、シンプルで、うん、メーターもやっぱね、あのタコメーター、しかも機械式のね、ちゃんとアナログメーターが真ん中にあるっていうのがいいですよね。これはやっぱスポーツカー、いいね。変えていいですか。うん。あー、中からでも音いいですね。聞こえる、いい音じゃん。いい、かっこいいじゃん。かっこいい、いい音だね。え、気持ちいい。あー、ワインディングに来たらこのモードにして、はい、うちに帰るときは静かに。あ、そうですね。そう。で、あのステアリングのとこで走行モード変えられますか。あー、これか。あ、これだ。これだ。そうですね。これ。このダイヤルで。スポーツプラス。はい。スポーツ。ノーマル。ほら、音が変わったぞ。な？あ、本当だ。これノーマル。ノーマル。うん。スポーツ。うわー。ほら。リリリリリリリってなる。スポーツプラス。ちなみに性能はですね。はい。0-100km 4.5秒、それから最高速291キロおという感じです。385馬力、トルク450ニュートン。すげえ。あと、そう、車重は言ってなかったですね。車重で、ね、1470キロ。これドイツの、あの計測でですけど。あ、そう、はい、なんで 1.5 トン切りですね、うん、はい、へえ。330キロまであります。うん。そりゃすげえよ。ドイツってなんか法律で本当に出る最高速よりも通常刻んでなきゃいけないみたいですよ、うん、だからこう下り坂で出るスピードよりも、うんうん、そう、数字が書いてなきゃいけないらしいです。ああ、なるほどね、うん、そういうことか。いいじゃん、ちょっとかっこいいじゃん、ほら。で、あのストップウォッチになって、まあ、時計でありストップウォッチ、はいはい、ストップウォッチですって、はい、でこれあると、これね、ただのスポーツウォッチじゃなくて、はい、これあのスポーツクロノっていう装備で、これがあると、うん、あのスポーツも S がつくようになるんです。これ、オプションとして通常のね、スノポルシェにはスポーツ S とかがつかないんですよね、うん、でこのスポーツクロノっていう、オプションをつけると、見た目はこのストップウォッチ、時計が装着されて、でスポーツ S プラスが使えるようになると。なるほど、そういうことか、うん、いいじゃん、ちょっとかっこいい。かっちょいいよな。かっちょいいですよ。しかも便利なとこは便利。このカチカチいいね。カチカチ結局な、もうモニター触ってるね、うん、結構見てる余裕がない時ありますからね。いい、よし、はい、じゃあ乗ってみてください。よし、この峠道で7速マニュアル。ああ、行こう。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐ分かる車選び .com。 さあ、ポルシェ、まずはノーマル。はい、ポルシェカレラ T カレラ T ツーリングノーマル。おー、か、あ、軽さ分かりますね、うんうん、フロントの接地感いいなー。へー、フロントってこういう車結構浮くんだと思ってました。エンジン後ろで浮きはしないけど、今時の車は、はい、昔の1990年代のポルシェは、はい、フロントがちょっとこう軽いんだよ。へえ。接地感がないっていうか。特にこう走り出しとかは、やっぱパカってなっちゃうんですかね、うん、パカとはなんないけど、パカフロントの接地感がちょっと薄いんだよ。頼りないというか。そう、やっぱ解消されてるんですね。どんどん良くなってるよ、ポルシェは。もう FR みたい。あ、本当ですか、うん、フロントの接地感はすごくある。どうやって出してるんでしょうね。技術だよ、技術。わあ、努力ですね。スポーツ。お、あー、音変わった。スポーツ。アクセルレスポンスもいいなぁ。うーん、この車の軽い感じってどこで感じてるんですかね。横に乗ってるだけでこう、あ、軽いんだろうなって分かるのは、まあ、横に乗ってて分かるってお前すごいよ。え、なんか軽い感じしますよね、うん、でも運転してると、はい、ステアリング切って車が動くタイムラグがない。あ、へえ、そういうところで伝わるんですね。うわ、これが 4.5 秒の0-100。そういうことだ。そういうことだ。
軽快な感じがすごいしますもんね。軽快、うん、シフトフィールもいいし。あ、なんかそれ工藤さんおっしゃってましたね。こうシフトフィールめっちゃいい。このオートブリップ、そうそうそう、今このモードが私みたいにシフトダウンするとほら、あ、ね、合わせてくれるんですよね。そう、俺がやらなくても勝手にポルシェがやってくれる。でも土屋さんにはいらない機能ですよね。そうなんだよ。そうなんですよ、俺がやるっつうの。そう、変わんない、むしろいいでも私みたいにマニュアル慣れてなくてシフトダウンしてガタガタしちゃう人にはすごくいいんですよね。その通り。そう、スポーツプラス、あ、まだ上があったんだ。ある。うわ、スポーツプラス、アクセルレスポンスが良くなって足がちょっと硬くなる。あ、確かにこれツーリングって言ってましたけど、うん、硬すぎる感じはしなかったですね。しないしない今まで、うん、やっぱツーリングだからさ、はい、乗り心地はスポーツプラスでも硬いんだけど不快ではない。これってやっぱ今時の車だからなんですかね。今時の車ってみんなそうじゃん。ノーマルがあって、はい、スポーツがあって、スポーツプラスがあって、うん、あとはスポーツカーのピュアスポーツになってくると、はい、ドラッグモードっていう、うん、そういうのがついてる。そこまでになってくるとやっぱちょっと硬い感じしますけど、うん、これは全然硬いって感じないよな。しないですね、うん。あ、でもちょっとやっぱさっきより違いますね。さっきよりは硬いよ。はい。うわ、いい感じだね。はい。あ、いい。わ、確かに下から音する。な。面白い。いい音だ。本当いい音する。いや、頭軽いなこれ。軽快。うん。あ、気持ちいい。うん。いや、ポルシェっていい車作るな。ポルシェって走りの車なんですね。当たり前でしょ。私結構見た目とか、あともうちょっとこんなに軽い車だと思ってなかったです。もうちょっと昔からポルシェ対フェラーリとかさ。今のポルシェってもっともっとあのカイエンとかの想像だとラグジュアリーなイメージでした。こんなガチガチの走りの車を作ってるんですね。そう、うわめちゃいいね。うわ、吸い込まれるみたい。いいだろう。いいですね。いや、さすがポルシェだ。めっちゃいいわ。うわ、これも楽しいな。うわ、マジでスポーツカーですね。な？このまま行けますね、サーキットも。そう。すごい。これがポルシェの実力よ。これ市販でこのまま売ってるんだ、うん、このすごい、すげえよなポルシェって、うん、サーキット仕様に変えた車みたいな軽さと動き、うん、全然いいね。うわ、これ分かるな。よく彼らって人気車じゃないですか、やっぱ結構ね、うん、街で見てちっちゃいけどみんな乗ってるなと思ったら、うん、これ楽しくて乗ってるんだなみんな。車好きはポルシェに行く、はい、街でも乗れるしね、うん、この乗り心地いいよな。だから行くんですね。うわ、分かるな。あ楽しいですか。楽しいよポルシェは。似合いますね。ポルシェは楽しい。このカラーだともう本当土屋さんの車って感じしますね。みどりちゃん。みどりちゃん。さすがポルシェだよ本当にさ。はい。あ。ノーマルでも全然いいと思うよ俺。うん、このままで本当いじんなくて楽しいですね。うん、これノーマルね。あ、これノーマルモードですか？うん、わ。な、ノーマルでも全然いいだろ。はい、正直そんなに乗り心地ちょっといいぐらいで気持ちいいですよ。そうそうそう、乗り心地は良くなってる、はい、で曲がれるし
レスポンスもこれでも十分ありそうですもんね。全然いいよ、ね、だからサーキットに行った時はスポーツプラスでいいんじゃね。もうノーマルで全然いける。もうあくまで走りの車だ、うん、そう。うわ、これもあっという間だったな。わ、なんかマニュアルだってこと忘れるぐらい。めちゃいいぜ。ちょっとあの土屋さんのあのうまい技術があるから何ももうどっちか分かんないですけど、シームレスですね。めちゃいいよ。滑らかですね。わ、なんか。いやだからトルクがあるからさ、はい、トルクもパワーもあるじゃん、はい、だから全然これ3速だけでいけちゃう。今ほぼ3速でしたか。うん、2速に落とさない。へー、登れちゃうんですね。うん、楽しいな。いい車。他にないならここに来い。車選び .com。さおちゃんこれいくら？一切いかないくらいかな、4桁。お前バカにすんじゃねえよ。ポルシェよ。ポルシェよね。ポルシェの考えたことなかったから購入を。ちょっと知らないんですよ。リーズナブルよこれ。本当ですか？この性能で。これはリーズナブル。コストパフォーマンス面がリーズナブル。これは1600万はリーズナブル。本当に1600万。まあ確かに軽い。だってさ、ね、こうワールドワイドに見てみな、お前、はい、だいたい今のスポーツカーって 2,3 千万するじゃん。する。そう考えたらこの1600万はコスパはすごいよ。この性能でこの楽しさがあってマニュアルで、これは楽しい。めちゃめちゃやっぱ運転楽しかったんですか。やっぱ土屋さん降りてきたらニコニコでしたもんね。いや、ハンドリングが軽い。ハンドリングが軽いってことは車重が軽いからそうドライバーに感じさせるんだよね。ステアリング切った時のこう沈み込む、サスペンション沈み込む、タイヤがたわむっていうさ、そのタイムラグが少ない。あ、でアクセルレスポンスが電スロだけど、全然違和感がない。これは気持ちいい。なるほど。これで俺1600万だったら全然高くない。ありですか？全然高くない。なるほどね。あとだからこれね、リアステアがついてて、多分車の軽快さにリアステアがいい仕事をしてると思うんですよ、うん、そう、まあね、そういうのもリアステア、後輪が曲がる。すげえいい仕事してるよこれ。してると思いますね。だいたい今の高級車ってさ、高級スポーツカーはだいたい 4WS ついてるじゃん。そう、あ、多いですね、後ろがステアしてさ、ね、リアステア多いです、はい、うん、だけどもこれも本当自然だよ。で、そう、違和感がないんですよ。昔の 4WS ってね、ああなんか変な動きだった。そうそう、気持ち悪かったけど。全然ないですもんね、今時のリアステアは。これはよくできてる。本当にこれ正月一発目の車にしてはもうこういう車じゃなきゃダメよ。そう、まあ、一発にふさわしい車でした。コスパもいいし。まああのあれですね。サワちゃんをドライブデートに誘いたい人はとりあえずこれ買ってから声かけてくれる。いいんじゃないの。そうですね、見た目も最高ですもんね。うん、今年のサワはなんかゆっくりする年みたいな。やめてくださいじゃあこれちゃんとカメラ目線で行った方がいいんじゃない。はい、あの私今年はゆっくりのんびりさせていただくので、ぜひデートに誘ってください。平日土日空いてますポルシェでデートに誘ってくださいいいじゃないの、いいじゃないの。正月からいい番組だったよ。彼らで来てね彼らで来てそれは金持ちしか無理だな、はい、待ってます。俺が86で迎えに行ってやるわ。あ、待ってます。ということで、よかったらいいね押してください。登録もお願いします。お願いします。お正月です。今年も皆さん良いお年で迎えてくださいお願いします。いい一年を送ってください。